田村君。はい、委員長。はい、田村君。日本共産党の田村貴昭です。今日は東京圏の一極集中の是正についてお質問をしたいと思います。実は先月26日、それから今月の1日、総務委員会でこの東京圏一極集中問題については取り上げてきたんですけども、今日が3回目です。大臣よろしくお願いします。資料をお配りさせていただいています。丸1、丸2はですね、住民基本台帳をもとにした東京圏の転出入の推移についてであります。丸2が1954年以降の流れ、丸1が2011年以降の流れを少し大きくしたものであります。町人仕事創生総合戦略では、東京一極集中の是正として2013年から東京圏への地方からの転出を年間4万人増加させていく、そして地方から東京圏への転入を年間6万人、東京圏から転入を6万人減少させると、そして2020年時点で東京圏から地方への転出転入を均衡させるというふうにしています。しかし現実は東京圏一極集中が加速しているところであります。先だって安倍総理にですね、伺ったら2020年までに均衡を図るのは私難しいんではないかと聞いたんですけれども、具体的な回答はありませんでした。それから牧島政務官にもですね、お尋ねしましたら、地方移住に向けたいろいろな施策についての紹介はございました。それから目標達成に向けて全力を挙げてまいりたいとの答弁がありました。端的に石破大臣にお伺いしたいと思います。政府が掲げた閣議決定、2020年までに転入転出を均衡させるとした方針、これかなり難しくなってきたんではないかなというふうに思うんですけれども、大臣はどうお考えになっておられるでしょうか。石破大臣。それは難しいです。難しいができないということは申しません。つまり初心で申し上げましたが、地方創生は計画段階から実行段階に入っていくわけで、自治体によっては本当に移住者増えたねと、転入が増えたねと言ってくれるところが出てきました。で、そういうものが拡大していくことによって、少なくともこの東京一極集中の傾向を変えることはできると思っていますし、その目標として先ほど委員がご指摘の数字があります。ですから、これは加速度的にこれがどれだけ波及していくかということにかかっているのであって、私どもとしてこの目標を変えるつもりは今のところ全くございません。小村君。大臣はですね、長期ビジョンと総合戦略の閣議決定に伴って、2014年12月27日に次のコメントを出されておられます。現状東京圏に10万人の転入超過があるのに対して、これを2020年までに均衡させるための地方移住や企業の地方立地などの促進などにより地方への新しい人の流れを作ると。これ大事なのは、具体的な数字も上げて、そして2020年までとしたところであるわけなんです。ですから、私は先立っての委員会でも、この2013年、2014年、2015年ともう東京圏への超過、転入超過が続いていると。そうすると、先ほど示した、これを是正させるカーブはむちゃくちゃ厳しくなってくるんじゃないかなというふうにお伺いしました。それから地方への転出を4万人増やしていく、それから東京圏への転入を6万人減らしていくというのは、牧島政務官にお尋ねしたら、これ KPI だというふうに言われました。で、これ3カ年連続でですね、是正ができていないと。そして東京圏への一極集中が加速させていると。そうなったらですね、この KPI そのものを修正させていく必要があるんではないかなと考えるんですけども、いかがでしょうか。石破大臣。それは先ほどと重複したら恐縮でございますが、 KPI と位置づけたものを修正する考えはございません。それは去年1年でですね、もう一体何なんだ地方創生というのはということをようやく
と多くの方々自治体にご理解をいただいたかということであります。でいろんな拡充型移転型の企業移転促進税制というものもだんだんと実績が上がってきておりますし、移住についての CCRC につきましては、この国会で地域再生法のご審議をいただいて初めて法律としてできるものであり、それから実効性を確実なものをすべくこれから先努力をしてまいるところであります。そうするといろんな手段というものがこれから動き出すところもたくさんございます。したがってそれが全く動き出していないとは言わないが、まだ一部しか動いていない今の段階で KPI を修正するということは敗北主義とは申しませんが、私としてそのようなことを考えておるものではございません。小村君。大臣、私も地方です。で地方の動きについては、予算会でもオーナーの問題でもお話しましたように、いろいろと勉強させていただいています。問題は東京圏がですね、やっぱり動いていないといったところなんですよね。それで各自治体は国の総合計画、戦略を勘案しながら、地方の総合戦略と人口ビジョンを今策定しています。 できたところもあります。でその、勘案する町人仕事、創生長期ビジョン総合戦略にはこれ何て書かれているか、3つの基本的視点の一番目に東京一極集中の是正と掲げているわけであります。ですから政府の掲げる地方創生の私一丁目一番地はまさに東京圏の一極集中の是正ではないかなと思うんですけども、大臣いかがでしょうか。石破大臣。その通りです。ですからその一極集中是正といってもなんで一極集中してんだというその原因をこう究明して、それに対する処方箋を講じないと、単なるスローガンに終わるわけでありまして、でこれはもういいも百も万もご案内の通りで、要は転入超過って何なんだっていうと、男性も女性も15歳から19歳20歳から24歳、すなわち若い世代の方々がその大半を占めているのだということはどういうことなんだと。つまりこう大学に上がる、あるいは就職するという時にわっと人が来るのだということであって、そうするとこれを是正しようと思えば、どうやって地方において高等学校を卒業しても東京の大学に行くことなく地域で学ぶことができるかということに策を講じなければこれはダメだということでしょう。そして20歳から24歳までに、また転入が多いということはまさしく地域に職場がないということなのだが、本当にそうだろうかといえば、有効求人倍率は地方の方が高いのであって、そこにおいてミスマッチが起こっているのは間違いないことですから、どうやってそこにおいて先ほど来申し上げておる所得を上げ雇用の環境を改善するかということをやっていかなければいかんだろう。しかしその2つがもしできたとするならば、この15歳から19歳20歳から24歳の流入の大半を占めている方々の流れは変わっていくということだと私は考えております。田村君。そこで東京圏一極集中の是正をですね、いかにして図っていくかということであるんですけども、大臣申し訳ないです。もう一問ちょっと振り返ります。先ほどで KPI は変えないと言われたんですけども、そうするとですね、今から残された期間で、一生懸命、転入転出の均衡を図るというのはかなり厳しくなってくると思うんですけども、そうしたら出口をですね、2020年という区切りをですね、変えるということは考えておられないんでしょうか。石破大臣。現時点で考えておりませんが、中間段階においていろんな精査は行われます。でそこにおいて到底不可能であるということが明らかになった時点で、なおその数字にこだわることが現実的でないとするならば、それを修正するということは私は可能性としてあり得るものだと思っております。委員長。田村君。それでは質問を進めたいと思います。で党のですね、東京圏の一都三県が、どういうふうにこの問題を捉えているかということについて質問したいというふうに思います。東京圏のですね、一都三県も含めて、総合戦略、人口ビジョンがですね、発表されてきています。そもそもですね、社会増減について、
将来的に均衡するというですね、予想を立てていません。ある県はうちは東京から見たら地方であると、東京に、転出超過であると。である県は若者人口が東京に対しては、転出超過になっているというような認識であります。そして、東京都はどう見ているのかということなんですけども、東京都のですね、総合戦略でここではこういうくだりがあるわけなんですね。ちょっと紹介します。国の町市と仕事創生長期ビジョンでは、東京一極集中を是正することを基本的視点の一つとしている。しかしながら近代日本の経済成長の歴史は大都市への人口集中の歴史でもあり、都市への人や情報の集積は歴史的経済的に必然性を有していると言える。このような東京への人口流入の背景には旺盛な経済活動、多くの雇用の創出、人や情報などの充実した都市基盤が地方の企業や若者を誘引したことなどがあり、これは個々人の自発的な選択の結果による都市への集中とも言うべきものである。こうした流れを個々人の意思に反して政策的に誘導することは困難であると。個々人の意思に反して政策的に誘導することは困難であると。東京都の総合戦略、ここをいうふうに書いておられるんですね。転出入の均衡ビジョンをですね、国は掲げると。しかし、一都三県には、そういう方向は、見えてこないと。いった段階でですね、どうしてその、閣議決定された石破大臣も目標数値変えないと、目標年次も変えないといった、この東京圏一極集中の是正ができるのか。というふうに私は疑問を持つんですけども、いかがでしょうか。石破大臣、お見受けするにたまたま東京の先生をおられないような気もするのですが、その文章には私自身はかなり違和感は持ちます。ただそれぞれの自治体がそれぞれの責任においてお作りになるものですから、感想を述べることはあっても是正をするとかそのような立場に立ってはおりません。でそれはまさしく東京の論理なわけですね、今委員がご紹介いただいたのは。で確かに個人の意思に反して政策誘導することはできないでしょう。そもそも個人の意思に反して行政が何かができるなどということはございません。ですけれど個人の方々が地方に移住しよう、あるいは地方においてこのまま東京に転出しないで地方にとどまろうということを政策的に誘導することは絶対に可能だと私は思っています。で東京の方々に私は東京都の立場としてそうおっしゃらなければいけないのは分かるのですけれど、これから人類が経験したことのない規模とスピードで迎える高齢化に本当に東京は対処できますかということであります。で東京が魅力を持っているので地方から人が集まったのだというようなご趣旨のようでありますが、先ほどどなたかもおっしゃってましたが、基本的に東京は消費する都市でございますので、食料が生産できるわけではないと、再生可能エネルギーが生産できるわけではないと、そして出生率は全国ダントツの最低であるという意味で消費する都市だけが残り、生産する地域が疲弊していくという国家があり得るかというと、そんな国家はあり得ないと私は思っているのです。東京は今の現状をご解説になるのであればその通りです。しかしこれから先も本当にそうですかということを我々としては問わねばなりません。ですから東京の人と富を全国にばらまいて東京が祖になり貧しくなればいいなんて、そんなアホなことを考えているのではなくて、どうやってお互いにプラスサムというのかウィンウィンの関係を作るかであってですね、私は東京都のご主張は事実の分析としてそのような認識を持っておられることはよくわかりますが、でももう一歩進んで考えてくださいませんかという思いが実は強くしておるところでございます。委員長、田村君。だとするならば政府が掲げる、転出入の均衡についてやはり一都三県と相違すべきじゃないかなというふうにも思うわけです。そうした取り組みがないとですね、私は総合戦略人口ビジョン出てきたんですけども、拝見させていただいたらこれちょっと背中合わせになってるんじゃないかなと思うんです。大臣どうされます。石破大臣。
その意識はかなり早くから持っておりまして、内閣府にですね、昨年のかなり早い時点で舛添知事あるいは森田知事、上田知事、黒岩知事お越しをいただいて我々の問題意識もお話をいたしました。でやはりこうそれぞれ議会を持っておりますから議会にも説明をされるということもございますけれど、やはりこう問題意識を共有するというところから作業はいたしております。で委員ご指摘のようにピタッと整合がしているかというと正直言ってそうではございません。でそこは、地域地域の利益もありますし納税者の立場もありますので、そこはそれぞれの知事さん、市区長さんも説明する責任を持ってますから、この時点でぴったりと整合したものはできませんが、整合しなければ国全体として発行性を持つことになりますので、ここは発行性という言葉が適当でなければ取り消しますが、ここは本当にこう国に対する危機感を共有するということが必要なことだと思っております。ここはもうどの党がどうのこうのって話ありませんので、日本全体がおかしくなっちゃったらもう主義も主張もあったものではありませんので、いろんな党におけるいろんなご見解をまたご教示賜りたいと思っております。委員長、田村君。私も危機感を持っています。東京との関係でいきますと、やはり全国、北は北海道から南は九州沖縄まで全ての地域ブロックの転出入はやはり地方から見たら転出超過になっているわけですよね。でこうしたところをですね、やっぱりもっと真剣に考えていかなければ解決できないというふうにも思っています。でもっとちょっと危機感を感じていることがですね、やはり開発が止まらないといった問題であります。東京と東京圏のですね、人口がもっともっと増えていくという要素はいろいろあるわけであります。2020年というのは東京オリンピック・パラリンピックの開催と重なるわけであります。で国の長期ビジョンもオリンピック・パラリンピック東京大会の開催は人口流入を増幅させる可能性が高いというふうにしています。人口流入を増幅させる可能性が高いとするその根拠について教えていただけないでしょうか。またその対策はあるんでしょうか。石原大臣。これは先ほど来申し上げているように若い方々が転入超過の大半を成しているということであります。そして人口流入は都市部と地方との所得水準の違い、有効休日倍率の違いなど雇用情勢に大きな影響を受けてきたということであり、2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会の開催がそれを増幅させる可能性が高いということを述べたものでございます。でこれは実際、多くの経済効果が見込まれるオリンピック・パラリンピックでございますから、そこにおいて雇用はあるでしょう。そしてまた全国で例えば建設技能に携わる方々の需給が逼迫をしておりますから、そこにおいて高い給与を提示をして人がまた集まるということもございますでしょう。でこのまま手をこまねいていれば、東京に人がこうまた集中する可能性は高いということは、それは間違いのない事実でございます。ですからそこに多くの雇用が創出され、そしてそこにおいて多くの高い所得が提示されるということを背景としてこのような可能性を述べたものでございます。はい、田村君。対策を打っていかなければならないというふうに思うんですけども、3月5日のですね、日本経済新聞の夕刊にこういう記事がありました。首都圏集中に備えという記事であります。大手ゼネコン各社が東京圏での工事の増加を見据え、建設職人の確保と宿泊所を設けるとしています。記事の中では東京圏では複合商業施設などの再開発やインフラ整備などの大型工事が続く、反面地方では公共工事が減り民間工事も需要が先細り傾向にあると書かれています。さらにですね、さらに首都圏東京圏に人が集まり人が住むことは間違いないというふうに思います。そして大臣、もう一つですね、私気になるのは同じこの地方創生で論議している国家戦略特区であります。でその特区の中にですね、規制改革メニューがあって、
容積率、用途等、土地利用規制の見直しというのが掲げてあります。居住環境を含め、世界と戦える国際都市の形成を図るために、必要な施設の立地を促進するため、都市計画の決定等をワンストップ化する。そして、グローバル企業等のオフィスに近接した住宅の整備を促進するため、区域計画に定めた住宅の容積率の最高限度の範囲内で、都市計画で定めた容積率を緩和する。最高限度の範囲内で、さらに容積率を緩和していく。これではますますビル群が集積され、そして再開発はラッシュとなっていく。これによる人口増というのは、政府の方はちゃんと見ておられるんでしょうか。またその対策というのは立てていかれるんでしょうか。佐々木地方創生推進室長。お答え申し上げます。国家戦略特区制度につきましては、東京圏も地方圏も含めまして、我が国の成長を、促進していこうというそういう狙いで、作られている制度でございます。東京圏につきましては、人口の過度の集中を是正しつつも、世界の大都市と戦える都市として、国際競争力の強化を図るということは、重要であろうと考えております。でその一環として、国家戦略特区を活用いたしまして、住宅に関する容積率緩和の特例を考えているところがございます。その狙いといたしますところは、グローバル企業等の勤務者に対する職住近接の魅力的な住居を提供すると、こういうことを通じまして、国際的な経済活動拠点の形成促進 を図ろうというものでございます。で一方、国家戦略特区といたしましては、ほかにも兵庫県の養父市でございますとか、新潟市でございますとか、秋田県の仙北市でございますとか、こういうところも指定しているところでございますけれども、こういうところはいずれも農業等の産業の国際競争力の強化ということを目指しているものでございまして、東京圏、地方圏合わせまして、日本の成長に寄与するような制度ということで考えているところでございます。以上でございます。田村君。その特区の説明じゃなくてですね、容積率を緩和して例えば 1000% 2000% の超高層ビル群が出てくる。で外国からですね、世界一その稼ぎやすいビジネス展開しやすいという、東京圏を作っていくと言ったら、これは 人とそれからお金とそれから物がやっぱり集積されると、人口増は避けて通れないということに対してちゃんと考えておられるんですかと、対策はあるんですか、見込みはどうなってるんですかと聞いたんですけれども、もう一度答えていただけますか。施策の紹介はいりません。推進室長。お答えいたします。今、国家戦略特区として、予測率緩和を考えているところにつきましては、先ほど申しましたように、外国から来られる方、グローバル企業の方々の勤務者に対する魅力的な住居を提供するということを狙いとして考えているように聞いているところでございまして、そういう意味では国際的な経済活動拠点を強化していくという意味において、必要なことではないかというふうに考えているところでございます。田村君。全然答えになってないと思うんですけども、大臣、補足していただけますでしょうか。去年ですね、この委員会で、我が党の宮本徹議員がですね、品川とかの再開発問題について取り上げたんですよ。で、ビル群を作れば中間人口は増えます。で中間人口が、増えるとですね、やっぱり流入人口も一緒に来るというような質問をしたところですね、石破大臣は、普通に考えればそういうことになろうかと思いますというふうにお答えになったと思うんです。やはり天井知らずのですね、開発をしていくと、そしてビルの集積していくと、そして世界一稼ぎやすいビジネス展開していくと、そうするとやはりどう考えてももっと人口増えていくというふうに考えるのは私は当たり前だと思うんですけども、それをですね、予測されていないのか、対策持っていないのかで、ご見解も聞かれないと。でこれちょっと困ったもんだなと思うんですけども、いかがですか。石破大臣。基本は今、政府参考人から答弁させていただいた通りであります。で、委員ご指摘のようなご質問をいただきましたので、で私もこう、地方から東京へ帰ってきますたびにですね、また一つタワーマンション増えたねっていう感じで、ウゴの竹のことは言わないが、なんとなくそんな感じでバンバン立つわけですね。で、そうすると、
あの一党で私どもの選挙区であれば一つの町が入っちゃうみたいな感じなので、一体何なんだこれはと。でそこに一体どんな方が住まっておられて、でそれがこう東京に対する人口集中とどういう関係にあるのだということを今こういろいろな手法で調べておるところであります。まだ公に申し上げられる段階ではありませんし、もしご要請があればもう一度精査をしたいと思いますが、意外や意外、ああいうタワーマンションに住んでおられる方は東京23区にお住まいだった方がタワーマンションに住まれたということであって、外から来られた方ではございません。でじゃあそういう方々が今まで住んでおられたところに誰が入ってきたのか等々また調べなければいかんことだと思いますが、あのタワーマンションなるものが地方からの流入をさらにこう促進しているかというと、意外と数字から見ればそうではないという感じを今持っております。いずれにしてもちゃんと分析をしないままお答えしてもいけませんので、そこはよく分析をした上で対策を講じなければいけません。と同時にこれだけ木造密集住宅が存在しているというのも東京の大きな特徴でございまして、ここにおいていかにしてオープンスペースを確保し、いかにして震災等の時にその被害が拡大しないようなの都市政策を展開していくかということは合わせてやっていかねばならないことだと考えております。以上、田村君。はい、ぜひですね、分析とそして精査を進めていただきたいというふうに思います。大臣、それから、出席の議員の皆さん、私はあの東京と東京経済圏のですね、発展について、ものを言っているわけではありません。政府が地方創生の一丁目一番地に東京圏の一極集中の是正を掲げているからこそ、そしてその方向と現実が真逆の方向を向いているからこの問題を取り上げているわけであります。今一生懸命ですね、地方が国の手引きに沿って、そして、国の方針に即してですね、人口ビジョン、そして総合戦略を立てています。でこうした、戦略にとってもですね、仕掛けが、土台が崩れてしまったら、これはやはり地方のですね、計画も成り立っていかないだろうというふうにも考えるわけであります。資料3にはですね、東京23区の人口予測を、しております。青がですね、ごめんなさい、青が、尋問権、国立社会保障人口問題研究所の予測であります。これ緑がですね、東京都の人口予測であります。現実がですね、赤線であります。大きな違いを見せているところであります。大臣ご存知かも分かりませんけども、戦う東京という本がございます。でこの戦う東京、森記念財団のですね、人口推計値をですね、財団の前の理事長である、都市計画の専門家伊藤茂さんがですね、この著書の中で紹介しているわけです。で何と述べられているかといいますと、これからも東京では公共民間両面で経済活動が活発であること、人口ピークを迎えるのは社人権や東京都の予測とは違って2040年以降になるというような、持論を展開されている、こういう結果があります。この表に基づいてですね、ちょっとこちらの表をご覧いただきたいんですけれども、森記念財団の人口予測をですね、私お配りして紙にこうちょっと上乗ってみたんですけども、オレンジのラインがこうなっていくわけです。そうなるとですね、これやはり今地方も参考している、人口問題研究所とか、その他の数値とはちょっと違ったね状況になってきているということが読み取れると思うんです。でもうちょっとこう実態に即した人口計画、人口予測値をですね、示すべきではないかなと、これは要望をさせていただきたいというふうに思います。土台がやはり定まらない東京一極集中の是正について国の総合計画を勘案しようと言われても、私は地方にとってちょっと勘案しようがないところにあるんではないかなというふうにも思います。で、重ねて言いますけども、やはり本腰になって一都三県、東京圏のですね、人口集中を、一極集中を是正しないと、私はこの問題は解決できないというふうにも思っています。
今日議論させていただいたと思うんですけども、3日間議論させていただいたんですけども、まあ、一丁目一番地に対して政府の取り組み、その本気度がですね、なかなか伺えないと。地方はよう頑張ってますよ。私もよく見てきました。その本気度について大臣、一番の所管大臣として今後の、まあ、どこを努力されるか教えていただきたいと思います。石破大臣。これは舛添知事やあるいは黒岩知事とよく議論させていただくことです。例えば舛添知事も福岡の出身で、そしても地方のこういろんな状況はよく知っているはずです。地方の高齢化もどんな問題かもよく知っているし、で炭鉱が閉山してどうなったかということについても非常にリアルな実感をお持ちの方です。ですから東京がどうとか地方がどうとかという話じゃなくて、このまま言ったらば20年か30年の時間差を置いて地方も東京も同じように消滅衰退に向かうという危機感を共有することが大事なんだというふうに私は思います。で昭和30年から昭和45年までのたった15年の間に500万人の人が地方から首都圏に移り住んだと。去年は昭和で言えば90年ですから、昭和30年に15歳で来た人は75歳になっておられるわけで、これから東京が迎える高齢化というのは人口カーブが余震波このようなカーブを描いたとしても、それはどういう中身の人口構成ですかということまで突っ込んでお話をしなければ意味がないことだと思っております。地方と東京とお互いがウィンウィンの関係ということはあまり対応したくないのですが、それを持っていくためにはどうしたらいいかということにお互いと知恵を絞っていかないと国全体が消滅してしまうというような危機感を共有したいと思っております。委員長、田村君、時間が来ました。終わります。